コイン切れだったのかな、ツイキャス。一旦終了しますから、コイン切れだよ、これ。4時間やってないもん。8時からだから、4時間やったのか。乾燥したんだ。乾燥してたのか。コインある。あ、じゃあ乾燥したんだ、4時間で。4時間乾燥したんだ。そう、ここも雨でできませんね。あのトンネルしかないじゃないですか。雨すぎる。ありがとうございます。多分ね。乾燥したの4時間。そういえば8時ちょっと過ぎやったから、4時間やってるわ。だから今日4時間やったんだ。すごいな。YouTube だってもうすぐ4時間でしょ。うわ、真っ暗じゃん、これ。はい、ありがとうございますね。どうも。見てください。景色見てください。はい。どうもありがとうございます。わ、景色見えます？あ、見えねえな。雨で。すげえ降ってるよ、マジで。しかもなんか霧が出てない、霧が。ほら、霧が出てるよ、霧が。ガスっちゃってるよ、ガスってる。わかるこれ。もうなんかお化け出ますよ、状態じゃないこれ。なんか霧が出てる、霧が。ほら。大気不安定だよ、これ。ちょっとやばい、お化け出るぞ、これ。お化け出るよ、お化け。でも、トンネルは？ほら。できる？はい、ここは、ね、一応晴れてますんで。晴れてます。左前。晴れてます、ここは。はい。はい、ちょっとじゃあ一服します。11度です、今、11度。どうです、皆さん。ここはとりあえずできます。これ以上いけませんけどね、雨が強烈なんで。ちょっと一服してからやりましょう、ちょっとね。うん、明るいでしょ、うん。お好き？明るくいちゃうっていうか嫌なんだよな。もうちょっとね、暗くしてほしかったの、僕的に。一個ぐらいでいいんじゃない、電気。一個ぐらいで、あの端っこの、あそこついてるだけで。そうと思ったら雰囲気が違うんだよ。全部消すと一回あったんだけど、すごい暗いのよ。真っ暗になっちゃうから。すごいよね、雨ね。なんでこんな降ってんの？うん。そう。ライト消しますか。でも明るい。でもこっちやっぱすごいね。雨降ったおかげで11度まで下がったね。うん。久々だね。でもツイキャスも4時間ってね。車載から始まってるからね、今日ね。今だって3時間ぐらいやってるんでしょ、でも。YouTube の方はもうね。ありがとうね、じゃあね。最後おまけで。今日だからなんか何箇所やったのかな。あそこのトンネル3箇所くっついてるから、まあ4箇所、ここで5箇所目なんだけど。まさかの雨だったね。こんなに降ると思わなかったな、これ。うん。でね、大体雨降るとドアミラーって見にくいでしょ。僕の見にくくないんですよね。塗ってるから。水滴つかないんですよ。水滴つかないんですよ。普通はついてるんですよね。雨降ったから。ちょっと見てください。ほら、水滴ついてないでしょ。水滴ね、ついてないでしょ。全く こんな感じなんです。だから言ったでしょ。あのサイドミラーは撥水はすごいいいんですよ。通常は雨降っちゃう。こんな感じだよ。ほら、ミラーがすごいよ。ミラー絶対あの水滴ついちゃうんだよね。そう、スプレーまもまもね、あの
スプレーをかけるとこうなるんですよ。撥水しちゃう、撥水 してるから水でつかない。うん、雨の日はやっぱ見にくい、見にくいから。でサラさんもこの間やったんだもんね。だからもう見やすいよね、水でつかないから。まあすごいでしょ。だからこれがその優れものだ。こんだけ降ってたらみっちびちゃだよ、見えなくなっちゃうよ。じゃあやりますか、ちょっとね。うん、通常はね、もうすごいんだよ、もう水滴ついちゃって。うん、あれ雨すごいね、雨すごい。サラサさん、見やすいし、今日も車洗ったわ。スモールケーニさん、雨音聞こえる。匿名コメントさん、つくだに。サイドね、撥水スプレーってのがあるんですよ。あそこだね、と思いますね。今日最後になっちゃいますけど、雨がすごいんですよ。待ってね、今。雨すごいでしょ。なしでしょ、プリムさん。だから買ったのがいいよ、これ。濡れてないでしょ、マジで。うん、厚木の土砂降り。音すごいよ、マジで。やばいよ。雨すげえ降って、もう滝のように降ってる、うん、ほら。でしかもちょっともやってんだよね、すごい雨。ね準備 OK。見たでしょ、ドアミラー全然ついてないでしょ。はい、リョウキさんこんばんはね、いらっしゃい。ね、これバックモニターも使えるんですよ。バックモニターにもやると水滴つきにくい。ちょっとついちゃうけどね、バックモニターは。あ、数年ぶり、トモさんね。うん、ありがとうございます。まだやってました。13年目です。13年目のシーズンが始まりました。よろしくお願いします。長く やらせてもらってね、13年やってます。おかげさまでなんとかまだいけてます。雨がすごい、洪水です。原点に帰ってきました。僕の原点に帰ってきました。でドラえもん消えちゃいました。ドラえもん、すごいよね。電波悪い？ドラえもんなくなっちゃったもんな。ドラえもんない、この辺にあったんだよ。ドラえもんあるじゃん、俺ずっと この辺じゃない、ほらこの辺じゃない、あ、ここだ、ここじゃない。消されちゃってんだよな、シルバーが。消しやがってよ。この辺じゃなかった、ドラえもんあったの。完全なくなっちゃった、消されちゃったよ、上消されちゃった、寒いな、ここ、これまで残ってるね。これも古いけど、すごいよ、濁流じゃん、ほら見てこれ、すごい流れてくる。何気にうまい、さりげなく。あれこれガンガン降ってる、マジで雨。はい、りんちゃんね、おやすみなさいね。
またよろしくお願いしますね。すごい降ってるもん。そう、鎌倉行ってたからね、今日。鎌倉編じゃないんだよ、もう。こっちね。風邪ひかないようにね。11度とか、ちょっと寒くなってた。はい、ありがとうね。どうもね、リさんね。すげえ降ってね。ほら。あたりちゃん、こんばんはね。出遅れましたが。もうすぐ終わっちゃいます。今日久々にね、鎌倉行ってたんですけど。イボ上等。この辺ちょっと電波悪いんだよな。すげえ降ってるわ。ここから濡れるな。すごいじゃん、勢いが。降りすぎじゃない？なんか。うん。上手？やっぱ練習してんじゃない？だから。あ、アガブね、お願いしますね、どうもね。雨すごい。なんか喋り声聞こえない？なんか喋ってるような声聞こえるんだけどな。2008年って俺長いね。俺2010年だから15年目だ。前で15年前。自由帳使い、本当だよね。高校生がやってんだろうね、多分ね。多分俺昼間やってんだよ、昼間。たまに夜もいるけど、あんまいないもん。チンコとか言って。雨がすごいなぁ。滝の雨降ってるよ。お前昔ハキブチにいたんだよ。何なのこれ。いや、もうね、俺結構昔よくしょっちゅう行ってたから分かるけど、あんまりいないよ。昼間に多分やってんじゃないかな、多分。意外と夜にあんまりいないの。一回いたけどやってる気配なかったから、昼間のね、夕方あたりぐらいやってんだから書いてんじゃない、多分。あんま見たことないもんね。最近あんま来てないけど、うん、最近だからちょっと通るぐらいは通ってるけどね。こうやって死んでやるのは久々だね、ここは。ていうか、もうここしかできなくて。雨で。こんなに降ってんだよ。落書きだよね、ほんとに。もう大体上書きされてるよ、これ。この辺なんだよね、ドラえもん。この辺じゃなかったっけな。そう、しかも鎌倉行った時は降ってなかったの。で、藤沢ちょっと越えてから降ってきちゃったのね。でもこの辺すごい降ってきたでしょ、雨、ね、だからもう 今頃鎌倉も雨なんだ。そうそう、危ない名作がね、消えちゃったね。このシール何、これ光ってるやつ、これ何、これこれ目ん玉のやつ、こういうの売ってんの。なんかやたらとうまいんだけど、この豚これも 何気にうまいよな。これワンアップだって。雨降ってない。こっち側だけなんだよ、なんか降ってんの。ちょうどね、大山から雨雲出やがって、で、南下してきたの。で、鎌倉行ったわけよ。ドラえもんないんですよ。ほら、この辺りだったんだけど、消されちゃったの。
この間ね、今年分かったのかな、消されたのが、うん、2個あったんだけど2個とも消されちゃって、ここでこいつが消しやがって、こいつがこの変な落書きが、ドラえもん消されちゃった。ね、徳宮さん消されちゃったの悲しいでしょ。この辺にあったんだよ、この辺に、あとこの辺にあったんだよ、思ってこの辺とね、この辺でこいつが消しやがってよ、名作だったのに、ね、多分これこの辺じゃない、この辺じゃない、多分で、この辺がね、多分ちょうどこの辺りじゃない、多分見たかったドラえもん、結構ねリアルにね、ちょっと怖いドラえもんだったんだけど、こいつが消しやがってよ、名作消しやがって、悲しいよね。だから昔残ってるっつってね、あんまりこっちの方ないね、もうね全部上書きされちゃってる。でここも全部消されちゃったもんね、消されちゃった。ね、かろうじて残ってるのが、まあ、まあ古いなっていうのがこれだな、これはまだ残ってるね、これはでももう消されてるよね、この辺がまあ古い系かな、もうこの辺はもうほんと汚い落書きで、この辺も汚い落書き、もうだから新しいのないね、ほとんど。なんか汚ねえもん、なんか。そう。C といえば、このイボ上布団っていうのがどこだったっけ？あ、これはまだ昔のがあるね。これは。ドラえもん。ただこれは消されてませんね、このちょっとやばいやつは、こうピーってやつ、ピーってやつ、これこっち、次はこっち、これ消されてない、これは昔からあるね、あとは消されてて、あとはもう大体消されちゃってるね。あ、この辺電波悪いんだよな、雨の日特にいないよね。で今最近怖いのが、あのこの先にあるお地蔵さんですよね。うん、カビナあります。これね、これはね、うん、カビナは多分大丈夫。今でもね、多分徳明さんこの先にある、あ、廃屋があるんだけど、廃屋のところに玄関にお地蔵さんがバーっていっぱいあるの。そこが最近やってるんだけど怖い。結構やばいの。いや、行った後僕もちょっとおかしくなって、体がちょっと異常を起こすんです。マジで。昔からちょっと気になってたんだけど、最近ちょっと やったらね、ちょっと危ないの。結構。体に異変が出るんだよね。なんかあそこ行くとお腹が痛くなったりするのよ。帰り。そうなの。通るけど、あとでね、ちょっと通った時にちょっと見てもらえば分かるけど、結構やばいのよ。裏の扉のとこにお地蔵さんがバーって十何個あるの。いや、マジでやばいから、あれ、ほんと。2軒廃屋があって、1軒は何もないのに、もう1個の奥の方がある。そう。しかも、お地蔵さんがあって、多分水子なのかな、多分ちっちゃいお地蔵さんがあって、でかいのがあって、そう、全部で13個ぐらいあるんだよね。すごいんだよ、これやばいん、マジで。行くとね、なんかね、この後ね、お腹痛くなるんだよね。前回もお腹痛くなって、お腹壊したんだよね。その前も壊してるんだよ、2回行って。そう、なんかだからあんま行っちゃいけないのかなって、なんか3回ぐらい行ってんだよね、俺ね、確か。あ、2回か、2回だな。そう、やったのは2回なんだけど、2回ともね、ちょっとね、最近見てるとお腹痛くなる、調子が悪くなるんだよ、次の日大体。ちょっとあそこはなんかあるね、多分。
行っちゃいけない、なんかそういう感じ。うん、何これ。ああ、なんか塗ったのかな。2015。どうです皆さん。こっちは電波あるのにね、向こうが電波ないんで、まだいい方なんで、ここはトンネルで電波あるから。そう、ちょっとガスってたからね、ちょっとね、このね、やばいんだよマジ。見た人いる？お嬢さん。あ、そういえばラッキーさん寝ちゃったの？そういないけど。ラッキーさんとかいないな。堀さんいる？堀さんはいない？あ、いるか。堀さんはいるね。今日石丸さんなんかちょっとあれみたいだから来れないとこでしたけど。そう。みんな寝ちゃったかな？お休み？もう1時だもんね。珍しいよね。1時もやるの。ただ土曜日はたまにできるんだよね。だからこうやって。来週がまた雨なんです。来週は。来週は、次は水曜日に軽くなんですね。予定では、今のところ。雨、また来週雨なんで。来週は多分できないかもしれない。水曜日はちょっと短時間になっちゃうのね。ほんと1時間半とか2分ぐらいしかできないんだけど。そう、金曜と土曜がなんか雨マークになっちゃってて、そう、本当はね、そこやりたいんだけど、その次の水曜までやりたいんだよね。その次が土曜日できないから。そう、でも雨降っちゃうとね、こうなっちゃうと厳しいから、もう行くとこが限られちゃうんでね。なんかこれやたらとうまくね、いい、どうもね、久々だからね。そう、今日ツイキャスをちょっとメインにしたんでね。そう、ツイキャスもう一枠終わっちゃったんで、4時間ね。もしよかったらアーカイブ残しておきますんで見てください。鎌倉編もね、ちょっと変なのがいましたけど一匹変なのいたんで。これうまくね、雨すごい降ってるよ今も。で、来週もなんか金曜と土曜がなんか天気悪いみたい。そう、剣と三条、これ何気になんかうまいよな。あと下手くそなんだけど、何書いてんのかよくわかんないな。いましたでしょ、変なのがね。いい絵、サジオさんね、どうもね。しばらくあれじゃないの、これでちょっとあれじゃない、またやられちゃうから。今度裏まで行かれちゃったからやばいんじゃない。何これ、大仏、これ何、お化け、これお化けなのかな。あのほら、あそこにほらついてるじゃん、くるくるくるって。これお化けのモデルなのかな、違うの、これお化け、え、なんか今聞こえなかった、あーって、なんかなんか来たか、車が、車が来たな。反射してないね、今トンって音しなかった。今なんか、ドア開くような音しなかった。なんか今聞こえたよね、なんかそこにいそうだよね、なんか車開けろとしたぞ今。黒目が来た。マロ、こんな雨なんか来る？フルモードで開けて明るくしてる。あ、ホテル来ないとね、どうもね。はい。マオさん、ありがとうございます。
しかすごいよね、雨ね。雨降りすごいよ。なんでこんな降ってんの。すごくないこれ。降りすぎだろ、ちょっと。すごいよね、雨ね。いない。いませんか。雨すごいでしょ。黒眼鏡いませんか。あとファイヤーもありますけど、よかったら。はい、マサさんこんばんはね、つけたんね。攻撃用ですから僕の。わかるでしょ、機材が攻撃用になってるんですよ。はい、おしゃれです。なんか今声聞こえたよね、でもね。あ、久しぶりですね、板橋さんね、こんばんは。桜が散ってるよ、もう。さっき花ついてたもん、桜が。桜つきやがって、雨で作られるとね、やばいんで、桜ついてるから取れなくなるの。はい、あみさんこんばんはね。落書きすごいでしょ、ここ。これ一応、殿山トンネルって結構有名なんだけどね。でもね、僕の車はワックスがガンガンに効いてますね。あるよ、桜が。もう、桜やめたけど取れなくなっちゃうんだよ。あー、もう泥が桜だな、これ。桜やばいんだよ、マジで。雨降られるんだよ。桜すげえな、これ。桜。もう桜だけ取っとかないとね、やばいんだよ。桜。中増えてる、すごい。また振られたな。あ、でもワックス効いてるんだからな。ガンガン効いてるわ。うわ、もう汚れてるわ、すごい。そうですね。ちょっとテープ見て。すいませんね。
ちょっと今拭いてますよ。桜がね、すごいね。すいませんね、雨で洗車してますよ。よし、軽くでいいね。何でか雨と上だいぶ違うんですけど、はい、はい、阿部さんおやすみなさいね。クエさんおやすみなさいね。はい、お疲れ様でした。じゃあ帰ろうかな、俺も。軽く拭いたんで。綺麗ですよ。だいぶ、そんなか、ちょっと濡れてるけどね。全部は拭いてない。あ、まだ桜がある。ちょっと待って、桜がある。この桜がないんだ。乾いてるけど、桜がある。桜がある。はい、お疲れ様ね。どうもありがとうございました。はい、お疲れ様ね。ありがとうございました。もう1時だね。寝よう。また次回よろしくお願いします。
お疲れ様でした。ではツイキャス先に登ります。おやすみなさい。またよろしくお願いします。次回は水曜日軽くなります。お疲れ様でした。ありがとうございました。またね。お茶箱ありがとうございました。